今日のこの行動、お忙しい中、日本共産党、辰巳孝太郎参議院議員が駆けつけてくださいました。連帯のご挨拶を一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。日本共産党参議院議員の辰巳孝太郎でございます。心からの連帯のご挨拶をさせていただきます。この間の国会審議の中でアベノミクスが破綻したというのは明らかになったと思います。実質賃金は4年連続で下落下がったということであります。一方で内部留保が300兆円もついに超えた大企業に対しては今年度からの予算で法人税の減税ということを強行をしたわけでございます。これ以上大企業に優遇税制を敷いても働く人の賃金には回らないし、日本の経済にとっても何の効果もないと、合理的な理由はないということが明らかになりました。また加えて最近ではパナマ文書という機密文書が流出をいたしまして、その中には名だたる日本の企業なども加わっているという報道もあります通り、まさに無法な課税逃れ、これをどう防いでいくのか、これが問われてくるということになっております。アベノミクスの失敗をもう明らかにしたわけですから、そして来年4月の消費税増税を強行すれば、国民の暮らしにとって経済にとっていいことは何一つないわけですから、これも一つ7月の参議院選挙の大きな争点にして、アベノミクスの失敗、そして安倍政権は、を打倒する、これを旗印に野党の共闘を進めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後に、私先日賃金の未払い問題で国会でセブンイレブン、コンビニの採用でですね、この問題を取り上げさせていただきました。アルバイトに給料がちゃんと支払われてない、アルバイトが店に着きましてバーコードにピッてやりますと、自動的に15分未満は切り捨てられて賃金の計算がされるという、そういうことを取り上げました。労働基準法では1分、ちゃんと1分ごとに計算、賃金の計算をしなければならないとこうされているわけでありますけれども、セブンイレブンという企業はコンビニではもうダントツの勝者ですね。勝ち組です。2位のローソン、店舗でいうともう倍以上水を開けている会社であります。むちゃくちゃ小売りでは最大手でなっておりますけれども、1日3回の発注システム、ものすごいシステムですね。それだけ緻密にやっておきながらですね、労働者の賃金はどんぶり勘定だったということを明らかにしました。総理もそして厚労大臣も違法なことがあれば指導しなければならないということを言いました。これもしですね、始めそして終わり、1日の始めと終わり、それぞれ14分最大で切り捨てられてたと、240日例えば働いていたアルバイトで言えば年間10万800円賃金が切り捨てられてるってことになるわけですね。これはもう由々しき事態でということで、取り上げてやりました。でコンビニの問題というのは、賃金未払いだけじゃなくて、これはオーナーさんがむちゃくちゃ苦しめられているという問題があります。名ばかりオーナーだということもありますので、引き続きこの問題、国会でも取り上げて頑張っていきたいというふうに思っております。賃金を引き上げてこそ日本の経済も良くなるということを押し出して頑張っていきたいと思います。皆さんとの連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございました。辰巳議員でした。連帯の大きな拍手もう一度お願いします。